まだ気にしてるの？私の遺体の前でもう誰も愛さないって誓ったこと。もう少し診察を続けましょう。水野さんの気持ちが落ち着くまで。ありがとうございます。カオルさんってどんな方だったんですか？いいんだよ、そんなこと気にしなくて。姉さんはあんたのせいで死んだんですよ。絶対にカオルを忘れない、一生ね。高橋さんに復讐したいんでしょう。あんたって怖い人だ。無理よ、あっち行けよ。死んだ人にはもう会えないんだよ。会うには自分が死ぬしかないんだよ。僕に死ねって言うの？ううん、そんなことしてあなたをカオルさんのところに行かせない。